今回はだし巻き卵を味噌味で作ってみます。味付けはなんと味噌だけです。では作っていきます。はい、では卵を溶いていきます。はい、では粒味噌ですね、使っていきます。水大さじ2入れます。600ワットのレンジで20秒ほど温めます。20秒経ちましたので、では味噌が溶けたら卵に溶かした味噌を合わせていきます。では味付けはこれだけです。ではフライパン温めて油を引いていきます。ではこちらで味噌のだし巻きの完成です。甘いだし巻きが好きな方は水の代わりにこの麹甘酒を使っても甘く美味しく作れます。ではいただきます。ほんのり味噌の香りがしてだしもしっかりと効いているので、お弁当とかに入れても美味しいだし巻きになったんじゃないかなと思います。粒味噌にだしが入ってるからだしの味がやっぱする。そうです、だし入りの味噌なのでそのままでもいいですし、卵の味も味噌がこうちょっと引き出してくれたりとか味の奥行きを出してるかなと思うので、また一味違った仕上がりになってるかなと思います。やけに卵の美味しさが出てるなそうですね、発酵食品は素材を引き立てる力があると思うので、そういうところだと思います。これからも美味しく手軽な料理で仕事や勉強、家事に忙しい皆さんを笑顔にしたいをモットーに、一人暮らしの学生さんでも簡単にできる料理を紹介していきますので、皆さん作ってみてください。リクエストや質問がありましたらコメントでお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。